ラブレター。あっす。おう、リオ、入って入って。お邪魔します。いやー、よかったな、退院できて。にしても、お前が過労で倒れるなんてな。で、体調はどうなの？まあ、まだ本調子じゃない。頭痛治んないし、たまにめまいもする。薬でなんとか頑張ってるけど。マジかよ。会社は？いつから復帰すんの？来週の月曜から。は？あさってじゃん。おい、大丈夫かよ。最悪だよ。ああ、てかさ、何これ？そう、それさ、ラブレターなんだよ。誰宛ての？俺宛ての。マジ？やったじゃん。どうせいたずらかなんかだろ。出たよ、ネガティブ。どうせ俺なんて無理でしょ、こんなの。お前の悪い癖だぞ。いいだろ、別に。まあ、それがお前だけどな。でも、これは本物かもしれないだろ。あ、中見てもいい？いいよ。本物のラブレターじゃん。正体突き止めようとして朝5時くらいに起きてみたけど、ポストの中にすでに入ってた。日中も見張ってみたけど、ポストになんか入る音も聞こえないし。じゃあ夜中ってこと？多分。誰か好意寄せてる人いないの？ない。職場の人？ないない。大学の友達？ないない。元カノ？いたことない。お前知ってんだろ。そんな怖い顔すんなよ。冗談だろ。とにかくよ、これ本物だったらどうする？まあ、ラブレターなんてもらったことないしな。もらうのは普通に嬉しいし、ありがとうの一言ぐらい言いたいよ。じゃあさ、俺が夜中見張るってのはどうよ。お前まだ体調悪いだろ。夜中の間起きてるわけにもいかないし。いいの？全然いいよ。俺も誰だか知りたいし。コウタ、コウタ、え、俺何やってんの？もういいから、明日病院行ってこいな。うん。
もしもし。昨日はありがとうな。いいのよいいのよ。で、病院行ったか？ああ、ストレスから来る無遊病らしい。おまけに軽いうつ病もついてきた。てか、そんな話するために俺のこと呼んだわけじゃないだろう。いや、そんなこと話すために呼んだ。は？だって、お前一人だったら何しでかすか分かんねえだろ。まあそんな落ち込むなよ。ラブレターにも書いてあったじゃん。お前は頑張ってる、偉いって。まあお前が書いたんだけどな。冗談だって。でも一瞬でも自分の存在を認めてくれるやつがいたことにお前も喜んでたじゃん。まあいいんじゃね。その存在がたとえ自分だって、誰もそれをバカにする権利なんてないだろ。むしろ自分の一番の理解者は自分なんだから、お前がお前を認めないで誰が認めんだよって話でしょ。あれ、俺今もしかしていいこと言っちゃった？言ってたけど今ので台無し。あ、ちょ、もう一回やらして。なんだよ、もう一回とかじゃないだろ。じゃあ2回。いや、増えてんじゃん。じゃあ3回やろ、3回。そういうことじゃないから。いや、でもさ、今いいこと言ってたじゃん。いや、もうダメ、もうダメ。